リカコチャレンジで挑戦してほしいのはエスパー伊藤さんみたいにカバンに入ることができるかです。150センチしかないので、でちなみに今日入るカバンがこちらになっております。ダダン。いやこれさ結構幅も広いしマチもありそうだし、いやこれ私も余裕で入ると思うんですけど、じゃあね、どうしてもというんで早速入ってみたいと思います。うわー、この年になってこれやると思わなかったな。ちょっとじゃあ行ってみようかな。足から足から、ね、ででん。お、あ結構あれだよ、広いよ。じゃあお尻ちょっと恥ずかしくなってきたから。はい、お入った。でこっから首締める。じゃあちょっと締めてもらっていいですか。はい、超恥ずかしいこれ。これあもうこれ限界、もうこれ以上締めると怖い。はい。いや入れたけど、入れたけどもうそれ以上のもう何も出てこないですけど、はい。でちょっとこっち側から顔出してみる。これさ客観的に見て相当気持ち悪いよ。じゃああでもこれ、はい、じゃあ閉めてください。もう一人じゃ何もできない。これもつらい、ほんと。はいはい、もう私なんでこう、なんで声優になったんだろう。ほんとこんなことするために、はいはい、ああもう限界かも。どうですか。はい、もう私絶対この回の放送見ない、もう絶対見ない、自分で見たくない。絶対これみんなねスクショしてねツイッターとかに貼るんだよ、本当に。も持ってみます。あっ無理ですね。はい、ということで、あの気が済みましたか。入れました。はい、ということで以上リカコチャレンジのコーナーでした。バイバーイ。